15!皆様、お帰りなさいませ。つい先ほど炎章殿からこのような文が。炎章からか猛毒暗殺だこの よし、こんなもんか。肩慣らしは十分ってとこだな。天意、その武勇と怪異な風貌で知られる大男である。曹操が董卓打倒のため兵を募ると勇んで名乗りを上げた。夏侯惇の後押しもあって曹操の警護という大任を得る。天意は自慢の怪力で曹操を守ろうと意気込んでいた。ほう、稀に見る異常不要。お主もわしの母兵に応じたもの。おお、ってことは曹操様ですか。わしは天意って言います。腕っぷしと頑丈さにはちっと自信がありますぜ。殿は随分派手なことをする御人と聞きました。面白そうなんでわしも一緒に暴れようと思いやして。ここにいたか、毛徳。ちょうどこいつを紹介しようと思っていたのだ。手間が省けたな。夏侯惇よ、この男をお主が連れてきたのか。この評判さ、この切符、気に入ったわ。ならばお前のそばに置いておけ。俺も縁もいつもお前を守りながらは戦えんからな。もうそれはいい。天意よ、お主は今よりこの曹毛徳の盾となれ。わしが殿の盾ですかい。こりゃ大層なお役目をいただいた。よし、何が来ようとわしが殿を守ります。けど本当にいいんですかい。わしみてえなならず者がおそばを守るなんて。天よ、くだらんことを気にするな。毛徳はただ今のお前を見て決めたのだ。昨日ならず者だったものはどこまでもならず者か。そうではあるまい。お前は毛徳の信頼を受け新たなお前となったのだ。天よ、夏侯惇がここまで語るのも珍しいぞ。よほどお前を気に入っているのだろう。改めてわしの親衛隊の任務受けてくれるな。承知しやした。殿の恩義はわしが命に変えてもお守りします。よっしゃ。Huh!
曹操殿。総分裂。行くぞ。集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を討ち果たすのだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。行くぞ。いらっしゃい。毎度どうも。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
見ておれよ。クズどもが群れおって水管と五郎管を抜けると思うな。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。気を気じらせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。気を気じらせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。これが破れると栄光が残る。大したもんだぜ。足にかかりゃコンクリ楽勝だぜ。アクライの武勇、イニシエの豪傑に勝るとも劣らず。を叩くのだ。さあ参ろうぞ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。さあ子供が俺を楽しませてみろ。五郎冠を抜けば洛陽は目前なのに、すぐ呂布が守ってるとは。ちょっと痛いぜ。これでも食らえ。五郎冠は絶対に破らせるぞ。城壁からの攻撃で連合軍を一掃する。が開いたぞ。どうなってる。頭角すら打てぬ輩に負けると、け次に会ったら命はないと思え。おお、あの呂布を倒すとは。これでも一生懸命楽を攻めましょう。我が部にかけて五郎冠を死守せん。いざ
この張文煙と勝負せよ。なんという部下、敵ながら感服するほかない。これ以上は耐えられません。お先生は、私はここまでです。わしにかかりゃコンクリ楽勝だぜ。悪雷の武勇、西への豪傑に勝るとも劣らず。知らずのクズどもが、わしの主治に国の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。天霊、山岳拠点より援軍が到着しました。守りは我らが受け持った。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行くぞ。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。ふん、学業なんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。役賊董卓を打ち払い、洛陽を奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ち時をあげ。おほう。
よっしゃ。お主らが純育と閣下が刀剣を打ち女子を我が手に収め、このその際を大いに発揮せよ。おいおい、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。皆この徐州で平穏に暮らしていた。曹操殿が攻め込んでくるまで罪なき民を脅かすこの所領見過ごせる。曹操、いや曹操、覚悟せよ。これでも食らえ。承知した。長州殿の身の安全、このわしが保証しよう。東側の門から脱出し巨匠へ向かう。頼りにしておるぞ天意は。任せてください。帰って加護殿の旦那に叱られやしよう。これでも食らえやれ。どっからでもかかってきやがれ。落雷天意の真骨頂見せてやら。
としたことが優劣を読み違えたか。方面に出られます。あと少し、みんなで脱出しましょう。
ここまで来てしまったか。さすがは想像だ。だが奴を撃つには今しかない。最後の策にかけるとしようが。俺からのもてなしはこれだ。迎撃部隊早々狙え。走り抜けてください。天意は自らの身を盾とし曹操を守った。無事に炎上を脱出した曹操は再び波動を突き進む。曹操が悪来と呼び親しんだ男、荒くれ者の身分から親衛隊長となり皆から信頼された男。天意の強烈な生涯は曹操たちの心に深く刻まれた。そしてその死は多くの者から惜しまれた。思えば初めてまみえたのは山の中だった。虎よりも恐ろしい巨漢、噂話もバカにならんと思ったぞ。それが気がつけば殿の親衛隊長、一番の信頼を得た側近になったってんだから面白いもんだ。天意はよ、すっごく強いのにおいらにもすっごく優しかったんだぞ。一緒に殿を守ろうなっていろいろ教えてくれてな。おい、何しめっぽくなってんだ。今日はあいつの思い出を魚に楽しくやろうってのが趣旨だ。そうですよね、殿。うん。あれ、殿までそんな感じですか。まあ、それならそれで。あの夜、お主がおらねば、わしの命脈は尽きていた。殿！ご無事で。悪来、我が無双の盾よ。